EA Games Challenge Everything。 いやもうこの EA Games がすごく懐かしくてたまらないマクシス。さあやってまいりました、シムシティ4、デラックスエディションということで、ラッシュアワーとかのそのなんていうんですか、拡張パックですか、シムシティ4に拡張パックが入った状態のこちらのゲーム、うわー懐かしい、何年ぶりだ。こちらをですね、リズムが夏休みの宿題と課題しまして、何回夏休みの宿題やるんだって感じなんですけどね、やってまいりたいと思います。シムシティ4ですね。僕はこのシミュレーションゲーム、特にこの街を作る系のゲームでね、いろいろやってきた中でこれがもう最高峰ナンバーワンだと信じてやまない。2003年ですよ皆さん。やってましたね、やってましたよ僕は。こちらロードしていきたいと思います。目指せ100万人都市、これを目標にね、この真っ平の何にもない土地で100万人都市を実現していきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。で、どういうゲームかというとですね、まあまあまあご存知の方たくさんいるかと思うんですけども、一応説明していきましょう。新しい都市の開始、これ名前変えましょうか。これで変えられるんだったかな、特にいじれないかここで変えるんじゃなかったかな、あ、ここで変えれるんじゃなかったかな。一回時間止めまして、ニューシティ名称変えれるかな。久しぶりすぎて覚えてないからとりあえずやっていきましょうか。あ、ここで変えれるのか、マサラタウンでいいか、マサラタウンにして、市長の名前をリズムにする。 OK、 ちゃんと打てたわ。難易度はもちろん困難でね、自由課題ですから両者にも行きましょう。これでね、何するかっていうとですね、操作が久しぶりでおぼつかないんですけども、おー、いいですね、いいですよ、いいですね、いいですよ。何するかというとですね、時間止めてる間にこうやって低密度の操作がシビアだな。これね、こうやって、おお見えますよこれ。こうやったらね、家建つんすわ。ちょっと早送りしますよ。あ、電気ないから建たないわ。いろいろ忘れてんな。よし、こうやってですね、この発電所作ったらいいんだよね。発電所作って、ここ送電線でここをつなげて、で、今ちょっと十分なあの電気をつけすぎてるから、これを最低限まで落とす。そうすると月間の維持費がこれでいいはず。わ、電気解消しましたね。ニョキニョキ来るはずだ、ニョキニョキ来いよ。一旦最初はね、水とかなくてもいい。おお、来た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 、皆さん来ましたよ。いいね、いいよ、早速交通がすごいことになってますけど、来てますよ皆さん。これうわー懐かしい、ぬるぬる動くね。昔もうちょっとなんかこうカクカクしてたんだけど、来たぞ来たぞ。うわ、車のイベントも来てるな。これでこっち側、あ、見てください、いいね、こっち側にもですね、はい、電気足りてるかな、工場の状態、電気足りてるよね、多分足りてるな。あ、使用量 22% だから維持費的にもこうやっていいですね。こっち側には中密度の、工場地帯作ったんで、あー、ここもどんどん郊外汚染がひどくなってきてるんですけども、できてますね。いやー来たなー、懐かしいなー。これでこうやって家建てて、ここのなんていうんですか、世論調査あるんですけども、あとこれね、あ、今ほらこの一番お金ない低所得のところのね、住民のこのいっぱい建てちゃったからマイナスになってるんですよ。でこれを増やすために今求められてる農業ですね。農業を求められてるから需要と供給ってやつですよ。農業地区を作ろう。農業地区をじゃこっち伸ばしたら農業ってことにする。あ、来たね、来た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 、農業も立ちました。やっぱりね、あの電気必要でした。で、農業、まだまだ農業必要ってことなんで、で、なんで農業必要かっていうと、今まだ住民がバカなんですね。全然学校とかも建ててないから、建てられないから、お金なくて。だこうやって、需要が必要だと言われてる限りは、その、需要を満たしてあげる、こうやって。農業の悪いところはね、あんま働けないんですよね。これ見てもらったら分かるんですけど。お、4人しか従業員入れない。で、さっき見たら、ここ、ほら、無職の人いるでしょ。これ無職マークなんですよ、これ。カバン。無職ですって。だこれはね、家建ったはいいけど、供給的に、あ、
いいね、またちょっとあの低所得の人、あの農村建てたから移り住みたいで、ここに家建てたいって人出てきてますね、ふうになるんですけど、夜になってきて真っ暗になってきましたね。あー、またこのね、うわーいいね、この車がこう動いてる感じ、よくないですか、かわいい家だって。うん、あ、市長に腰を落ち着けてほしい。あれですね、市長を建てられます。市長官邸か。おー、もう今の住居を壊してね、市長官邸。これでね、周りの何だったっけな、幸福度が上がるんだったかな。で、幸福度が上がると、まあ、移り住むっていうか、ここの人口密度がすごい強い家、まあなんかこうマンションとか建つようになるんだったかな。こんな感じで繰り返して需要と供給を満たし続けて、農村すごいね、発展してきてるね。もっと大きくしちゃうか。とにかく人口増やしていく、そういうゲームですね。最高ですね。おい、じゃあこれ続けていきますよ、なんか変化があるまで。あ、そうだ、じゃあその前にマイシム作りますか。これでこれをやると、ここに誰が住んでるかっていうのがね、感想とか教えてくるんですね。これでいいか。チームの引っ越し。どの辺にしようかな。じゃあ、ショーンに、ここ住んでもらえますか。はい、ショーンの暮らす場所。新しい職に就いたショーンは嬉しそうに、はい、ほー、はい、ほー、口ずさむ。これでね、ショーンが何を思ってるかっていうのがね、たまに見れるようになるんじゃないかな。うん。あれ、ショーン今どこ？あ、ショーン今どっかで働いてるね。まるで日曜日のドライブ。ご機嫌じゃん。ショーンご機嫌だね。今どこにいるの、ショーン。え、ちょっとわかんないけど。ショーンの腕に異常。相談する医者もいないということで。まあ、病院建ててないんでね、しょうがないんですけど。はい、このね、渋滞、これ渋滞情報なんですよね。この、ここでもうすごい渋滞起きちゃってるんで、これなんとかするために、道路のバージョンを、これにね、バージョンアップしたいと思います。これでだいぶ解消されるのではなかろうかっていうね。今のところ黒字なんですけど、こういう道路とかのインフラを整備していくと、だんだんね、お金かかっちゃうっていうね、メリットデメリットあるんで、よく考えてくださいね。はい、これで渋滞の緩和になると思うんですが、どうでしょうか。交通、じゃあ見てみましょう。早送り、あ、良くなりましたね、一気に。まあ、その分なんか事故りやすくなるんだったかな、そういうのもあるんですけど、1年経った、あ、もう3年目ですね。さあ、これで、あ、だいぶ家建ってきましたね。なんかこういうの解消していくと、あ、こうやって一気に家建つんですね。だから交通事情、なんかこう渋滞起きてるよとか、そういうことが起きた途端こういうことがあると、市民の要望を答えつつ解消しつつなんとかしていかなきゃいけないですね。ここはもう市長の筆の見せ所ですね。はい、じゃあこれ引き続きさらに人増やしていきます。あ、もう一気に1400人ですね。あ、また農村に対する需要が上がってきたんで、これでだいぶまたここが開発されるんじゃなかろうかって感じですけども、うん、いいですね、いい調子ですよ。いや、ここで一旦これ行っちゃいますか。旅客列車の駅、これまで行きましょう。これもちろんね、当然なんですけど、電車が作れるんですね。何をそんか大したことでも何でもないんですけど、列車をね、起きるんですよ。こうやって線路引っ張っちゃったりして、もうこれをね、住民が使えばね、もうみんなウィンウィンですよ。これすごいとこ建ってますけどね。さあ、というわけで、もうほぼ農村で埋め尽くしました。こちらのね、農業地区でだいたい埋めてしまったんですけども、まあ、ここだけちょっと発展しなかったんですが、まあ幸福度だったり地価だったりいろんな影響でね、ここがまだ立ってないっていうのがあるんですけども、ほぼほぼ埋め尽くしまして、どういうことが起こってるかというと、これね、いろいろやってないことがあるんですね。例えば、まあ、商業地区は建ててないですし、あとインフラね、水とか、まあ、電気はまあ一応汚いですけどやってないんですけども、ゴミも埋め立ててないですし、で何より教育とかね、あと交番も建ててないし、病院も建ってないし、いろいろひどいんですね。いろいろひどいので、例えば幸福度っていうのが、ほら、貧乏な住宅にとっては別に幸福度満足してるんですけど、こう
中流家庭というか、あと上級家庭というか、上級国民の人は、ここでね、とてもじゃないけど住めたもんじゃないっていうような、そんな幸福度なんですね。だから何があるかっていうと、お金もあんまり増えないし、貧乏な人ばっかりここに集まって、で、農村ばっかりやってるって、発展がないんですね。で、それをなんとかするために、今後、診療所とか、水道とか、あと消防署とか、いろいろやっていかなきゃいけないことがたくさんある。中で、今回はとりあえず、もう水もないわ、電気しかないわ、みたいなね、そんな状態の中でやってみました。公害もひどいしね。はい、でこれで一旦ここの地区は終わりとするんですが、まあ後でまた来ることができるんです。どういうことかというとですね、一回保存して、はい、保存しました、地区に保存せずに地域に戻る、ほらマサラタウンできたでしょ、ほとんど農村ので、次さらに衛星都市としてこっちのでっかいところをやるとかね、まあ、もっと脇を固めるみたいな、こうやっていろんなところを固めてったら、今度何が起こるか、影響し合うんですね、お互いに。こうここは農村がいっぱいあるから、ここからこっちにこう流れましょうとかね、これ何回も何回もいろんな都市を作って、この一番大きいところで、この真っ平らね、何もない、もう本当に100万都市目指すためのこの地区、本当はいろんな編集とかできたりするんですけど、いろんな衛星都市を作って真ん中にでっかいのを作るぞっていうのが今回の、ディズムの夏休みの課題、残り2週間で完了するのか、乞うご期待。ご視聴ありがとうございました。今後もこんな感じでただただやってきます。